いどうも赤星瀬尾赤星マシマシでーす。さあ今回、うん、青森県八戸市青森はいちょっと諸事情ありまして、はあ一トンさんというところまでついでに行ってまいりました。あ、行く用事があったんですね。そうなんです。なるほど。ここぞとばかりに行っちゃいました。はい、というわけでね、八戸線これ白金駅と読みます、はあ、ね、去年11月にオープンしたところで、なんと青森で最も東にある二郎系となるんですね。青森で最も東。そうなんです、うん、本州でもですね、うん、なんと5本の指に入る東の店です。そっけ、イースト二郎。そうですね、はい、イースト二郎ということで言ってみましょう、ね、ラーメン、油麺、汁なし、うん、ミニ小大とありまして、麺増し、豚増しなど充実してまして、うん、トッピングがね、うん、こういろいろちょっと切れちゃってるけども、うん、いっぱいありますね、見てくださいね、うん、そして今回は指が多いな。せっかくなんでね、うん、ラーメン代を麺増しにして、あといろんなもんを、うんうん、指が多いね、うん、ぶち込んでおります。こちらです。あ、出たー。ということで麺増し、野菜増し、肉増し、生卵、うん、ということでございますが、生卵などは後ほど、うん、来ますんで、まだ映ってません。はいはいはい、はい、でですね、うん、マシまでは無料コールもちろん可能なんで、うん、マシマシという、うん、まあちょっとやっぱり胃袋に自信がある方はこう購入をしてください、ね、ということですね、うん、はい。あ、さあそしてですね、うん、油これ十分な量乗ってます。なんか大根おろしに醤油かけたみたいな。あ、本当だ、見た目ですけども、さらに別皿油もきます。はあ、さすがのマシマシ、うん、で辛めないので、うん、こう後ろのね、うん、ボトルで洒落てますね。へ、調整をオリーブオイル入れるタイプの。あ、本当だね、やつです。ということで、あ、店内に自販もあります。本当は珍しい。はい、ということで豚さん、これ注目ですよ、うん、この豚がトロ豚です。でかいのにこれね、うん、これ僕食べた豚で、うん、ナンバーワントロ豚だったんじゃないかと思うぐらいのトロ豚です。めちゃくちゃ柔らかい。どうやってこんな柔らかくするんだろうな、これ。はい。で、飲めちゃう豚なんでね。ちょっと胡椒で力強さ。いや、なぜね、カレーは飲み物なんかみたいな。あ、そう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 。そ、豚が飲み物は初めて聞きましたね。うん、そうなんです。そして、うん、野菜も、あ、そう。とろ野菜、飲める野菜です。はい。まあ、豚よりはいいか。豚よりはね、まあね、飲める野菜と飲む豚ということで、うん、まだちょっと水分しか取ってないですね。そうなんですかね。ここまででは。はい。まあ、これだけのクタ野菜とトロスタなんで、うんうん、サクサク食べれてしまうみたいなのもあります。うん、はい、そしてスープ、これね、うん、まあ、非乳化とも取れるし乳化とも取れる、うん、ちょうど真ん中ぐらいかな、うん、っていうバランスのいいスープで、うん、醤油がね、うん、ちょっと甘みがあるんで、うん、クタ野菜がそれを吸収してね、うん、どんどん食べれるよといういいスープで、ね、これは今のところボスさん的にはスープしか飲んないとか。あ、そういうことです。あ、そしてえ、お吸い物が、え、嘘でしょ、あるのか、また水分、あ、まあ、まあね、ある意味水分です、まあ、だいぶ量ありますね。だいぶあるよね、うん、そして生卵、これも後ほど、ね、はい、使います。はい、さあやっとね固形のものが出てきました、うん、いやずっと固形あったんだけどですね、うん、まあミニ150、200台ということで、うん、小がね本当に小なんですね、はいはいはい、まあ、200g ということで、うん、麺やや平打ち細麺、うん、ね、オーション小麦使ってるんで、うん、ゾバゾバ、すごいですね吸引の感じが。そうなんですね、どんどんすれちゃう、まあ、ちょっと細いというか、まあ、うん、はい、気持ちよくすれますよ。そう、ねね、で多分これをね、うん、固めっていったら、うんうん、すげえパキポキ麺になるんじゃないかと、はははだ、お好きな方はもう本当にこれをしにですね、うん、本八戸から乗り換えて行ってください、うん、なるほど、八戸駅、八戸駅ですね、八戸駅より本八戸ってないんですか、あんま分かんないですニンニクの粒ちょっと細かめの、はい、マシマシ系ということで、青森ニンニクじゃないですか。そうなんです、うん、青森ニンニク、風味鮮度香り段違いなんですね。これはね、うん、やっぱりこれを求めに行っちゃってるんでね、僕はね、これをね。そうなんです、これ甘めのスープに強烈ニンニクなんでね、うん、ガチーンともうシフトしますよ、味が、はいはいはい、ね、よいしょ、ということで返しいっちゃいましょうか、ね、おっとちょっと入れすぎたかと思ったけどちょっとだけ飲みますよ、ね、これが 502.9 なんです、はあ、意外と3未満よ、3未満、はあね、スープ使用してるものと同じなんでね、うん、
あの数種類の調味料ブレンドしてるってことで、はいはい、ちょっと甘み系の、あの返しっすわ。なるほど。あのしょっぱ系ではないというね。同じこと言いますけど塩気というか、フルーティーな、なんかエキスって感じ。エキスって感じです。あ、そして、ちょっとまた、油がよいしょ。いやー、献立ですわ。あ、ちょっと意味が分かんねえな。これは一つの料理。おかずみたいなことですか。そうです。ここに油を落としてこんなのを作っちゃいます。まあ、いやー、犯罪的にうまそうだね、これはね。すごいね。あ、混ぜる混ぜる。うん、これはね、さらにちょっと。おやおや。ね、胡椒と、ね、返しを入れる。楽しむね。めちゃくちゃうまいっす。はい。甘生卵油です。あ、ちょっと早口言葉みたいな。ね、よく言えました、ね、上質なとろける豚、さらに油、生卵、まろやかさトリプルって感じですよね、豚のジャム、豚のジャムを麺につけて食ってる、ね、美味しいですよ、ね。まあ、デフォルトとね、こう交互にすすっていくと、ね、はっきりこう差が出るんで、はいはいはい、美味しいですね。で、はい、ちょっとね、ここでですね、何でしょう、ちょっと見てください、おっと、箸が、これがね、後から来るんです。今回の青森ニンニクは僕はね、これが好きなんでやめられませんわ。後から来るんだ。後から、最初はちょっとね、まだ、まあ、辛さってこう、なんか最初いけるかなと思ったら、後からじわーってくるやつ、あー、ちょっともう古畑になっちゃう。なんなんだこれは、ということで。ちょっと古いな。あ、古いっすか。いやー、だったね、最後の一口を。いや、古い。刺激を持って刺激をせず。似てない。似てない、ね。ちょっとやってましたけど、どんなんだっけ、古畑任三郎。いや、あ、ごめんなさい、似てねえわ。無理無理。いや、ちょっとまあ、ね、古いし、しかもあんま見てなかったし。あ、そう。ね、マシマシレベルは、92.666 です。いやー、すごいパワーでした。うん、ねえ、ほとんどが90超えでございました。うんうん、1トン3ということで。いや、もうだから、1トンあるようなやつでしたよ。いつも1トンに1トンですね。あ、何を1トンということでね。おい。やってますけども。はい、いや、なんでこのパートになるとダジャレが増えるんですか。いや、ちょっとやった。数字からの語呂合わせみたいなね、ところがあったりして。あ、今回は違うけど。知らないけど。ね、はいはい、いや、あのね、近くの駅なんだけど、はい、あれ、白銀と書いて、はい、白金駅なんですよ。はい、で、東京にある、白金と書く、あれ、白金じゃないですか。はいはい、で、白金高輪のことを、白金ーゼと間違えて言っちゃってるんだけど、本当の白金ーゼはこっちなんで。ああ、間違俺たちは間違えて言ってるんだ。間違ってんすよ。白金ゼのこと。八戸人だから白金ゼっていうのは。こっちの方だったんですね。あの東京の白金ゼなんでね。ああ、うっかりうっかりこれは。ただですね、はい、あの白金高輪の、次の駅は、白金台なんですよね。うん、あの三田線だと、だけど、白金駅の次の駅は、サメです。サメ？サメ。シャーク？サメ駅。サメ？そうなんです。サメ、すごくないっすか。サメ駅っすよ。サメ。ギャップがすごくても気になる人は、白金と漁業の町だから。あ、まあまあまあ、そういうことがあんのかな。手前も陸奥港駅とかそんな感じの駅。はあ、はい、まあそんな八戸線、スイカ使えないんで、あら、あの現金握りしめて皆さん行ってみてください。ごちそうさん。Thank you.